足立チタカは、日本の写真家、映像作家、撮影コーディネーター、コンサルタント。東京都、世田谷区出身。ジャンルはポートレート。ロシアのウラジオストクで、写真家として活動。世田谷区立鶴巻中学校、世田谷区立世田谷工業電子科、株式会社名テック1990年から1993年勤務、インターナショナルスクール。 日本語講師アメリカ映像制作会社勤務1999年、ロシア、ウラジオストクに拠点を移す。ウラジオストクで写真家として、活動を2007年パトフォートステュディオを設立2015年、有限会社トラストアソシエートを設立2013年、撮影コーディネーターセブンスコード2015年、 撮影コーディネーターデスノート2016-2017年現地、撮影コーディネーター東洋タイヤテレビ CM2019 年、現地ロケーションコーディネーター、フィガロジャポン10月号2019年撮影コーディネーター、ソメイシュンスケ2020年カレンダー2020年メガボルト撮影コーディネーター、写真撮影、ドローンオペレーターマヒナ、エブリデイ、月間カメラマン2018年1月号より、 連動企画。足立隆史の、ウラジオストクより愛を込めて2018その2、ウェブカメラマン。カメラマン .motormazine.co.jp。2020年9月1日閲覧。ありがとうございます。